原野海隆史。昭和62年5月12日生まれ。熊本県熊本市出身36歳。境川部屋所属最高位は前頭筆頭。昭和初期に活躍した元小結佐田の海の長男。関取の息子で子供の頃から力士を目指したが、相撲経験ない状態で大相撲に進ませるため、アマチュア相撲の経験なく、中学卒業同時の平成15年3月初土俵。入門後の実績は？中卒で未経験だったこともありデビュー場所は3勝4敗で負け越すも、デビュー時は本名の松村がしこ名だったが、入門1年足らずで父のようになれという意味で師匠に強制的に佐田の海に改名させられた。その後は着実に力をつけていき、平成19年1月に3段目優勝、平成22年1月に幕下優勝、一気に上位進出。しっかりと力つけてきたね。その後怪我で番付を幕下に落とす時期もあったものの、平成26年1月に十両に復帰すると十両を2場所で通過して、平成26年5月新入幕、この場所で重賞を挙げて敢闘賞受賞。平成27年5月は春幕時から金星、その後は十両に落ちる場所もあったが主に幕内に在位。ベテランとなった今、幕内在位や通算勝利数など多くの記録で父を超えたが、最高位はまだ父に追いついていない。すでに36歳だが1回爆発して三役に上がり番付でも父に追いついてほしい。頑張れ佐田の海。